そしてサトシの他には、うん、どんな声をやったことがあるんですか。あ、こちらで調べたところ、うん、なんと新おそ松くんのチョロ松とかビバリーヒルズ泣くなよとか、うわーそれだビバリーヒルズ高校ハクションのケリーとか、はい、スピードのサンドラブロックとか、ブリジット・ジョーンズの日記とか、うん、なんとあと貧乏ちゃまとか、はい、びっくりですね。そう、貧乏ちゃまね。お坊ちゃまくんの貧乏ちゃまね。貧乏ちゃまとサンドラブロックって知ってる。貧乏ちゃま知らない。落ちぶれてそうなんですか。そうだよ、前しかよくつけてなくてお尻ペロッと出してるんですよ。ちゃまの子分みたいな人でしょ。じゃあ子分じゃないの。違うんだ。対等する、対等するんです。失礼しました。すごい、全部もう見てた。おそ松くんもすごい。貧乏ちゃま、はい、貧乏ちゃま見てます。落ちぶれてすまん。本物だ。いい声。ちょっと洋画の方でじゃあサンドラブロックの声。えサンドラブロックで何かこうちょっと、はい、いやサンドラブロックで、うん、ックでポケモンゲットだぜって。あいいね、聞いてみましょう。それ面白い、はい、それ面白い、うん、はい、じゃあ、うんうんうん、ポケモンゲットだぜ。うわセクシー、セクシーだった。ちょっとでもリカさん知ってると普通って感じ。じゃあ、あんま変わんないんだよね。ごめんごめん、字が出てるんですけど、普段の声がもうサトシですね。結構ちょっとビバリーヒルズ高校白書のケリーがポケモンゲットだぜ。ディラン、ディランポケモンゲットだぜ。ケリーだ、変わんないな。でもケリーだ。ブリジット・ジョーンズがポケモンゲットだぜ。ポケモンゲットだぜ。変わんないんじゃない。うまいね、切り返しが。同じ声でも変わんないっちゅうねん。これか、勉強になったな。